午前10時ごろの JR 福島駅前です。現在温度計は 36.2 度を示しています。高気圧に覆われて県内は朝から気温が上がり、午前11時までの最高気温は会津若松で 35.1 度、伊達市柳川で 34.7 度など、多くの地点ですでに30度を超えています。今日はね、涼しい風が吹いておりますけども、暑さは同じく変わりございませんね。やっぱちょっと疲れが出てまいりました。予想最高気温は会津若松で36度、福島で35度など、今日も厳しい暑さとなり、熱中症に警戒が必要です。また午後からは大気の状態が不安定となるため、気象台は急な強い雨や落雷などに注意を呼びかけています。